起きると肋骨がガチガチに。一応布団は固めのやつでは寝てるんですけど、どれぐらいか、氷ぐらいか、ね、ベッドで寝てんの？今まだベッドですね、はい、ベッドは小さいシングルの普通のシングルベッド懐かしいな、寮の、寮の、あ、はい、なるほど、寮寮って寮さんちゃうね呼び捨てできない基本的にマウスピースとかつけて寝るのは良くないですからね、外して寝ただけで楽になってくるっていうパターンもありますから、ご心配なくというか、朝起きて体が固まってる人が大半ですからね。子供がそうなんですけどね、小さい子供たちは朝起きたら、動物もそうやわ、起きたらもう一番体柔らかくてピンピンって全速力できない走れるっていうのがいい睡眠取れてる明石家さんまです、っていう基準で考えたらそうやっていう人います？だって起きたらもう一番背骨も何から何まで柔軟性一番あって、走れるしどんな過去でもできるよっていう人は、って考えたらみんな固まってるよね。もう睡眠っていうのはいい睡眠になればなるほど子供の睡眠みたいになってくる、まあ、僕がそういう状態ですけど、起きたらもう一番調子いいですよ、一番柔らかい状態になってる、まあ、子供がそうですね、動物で。寝てる時に固まるのはまずは寝返りがうまくいってないのもあるんですね。で、寝返りっていうのはいい寝返りと悪い寝返りっていうのがあるんですよ。高齢者ですね、高齢者になると寝返りだんだんしなくなるんですね。子供すごいじゃないですか、あっち行ったりこっち行ったり、そんなおじいちゃんおったらすごいよねここで寝てたら向こう行ってるおばあちゃんとかさ、だいぶファンキーなおばあちゃんですよね。で、寝返りが基本多い方がいいんですけど、でも体をもっと緩めていってさらに体がいい状態になったら、これまた寝返り打たなくなるんですよ、必要がなくなるっていうか。僕がちょっとそういう状態です。赤ちゃんもまだ首が座ってない赤ちゃんですね、まあ、寝返りがしないですね、しないというかできないんですけど、あの状態まで無の状態ですね、ゼロの状態になれば寝返り必要なくなるんですね。だから要するに体を縦腰体操をやって緩めていけばそういうのはなくなってきますんで、トレーニング歴長い人ほどもうなくなってきてると思いますよ。最初はあったと思うけど、だから、寝る前に縦腰体操、何か自分の好きなやつでもいいしね、やる、で起きてからやる、その繰り返しです。僕もその繰り返しできて、朝起きても大丈夫だったからね僕の場合朝起きたらもう背中ですよ、僕の場合一番は。昔ね、激痛で起き上がれませんでしたからね、高校時代です。高校生でありながら1時間半以上ですねかけないとベッドから起き上がれなかったぐらい悪かった状態からこうなってますから、焦らずやっていくってことですね。これ取れたらもっと楽でしょうね。でも縦腰体操ってそういうものを超えれるパワー持ってるんで、持ってそうでしょ、なんかね持ってるんで、そんなつけててもそのマイナス面はちゃんとリカバリーできますんで、そういう人ほど矯正してるとかね、オペ手術した人もそうですよ、した人ほどよくやっておくことですね。むしろそういう人にこそ効果出ますよ。そういう人ほど体操やった方がいいんですよ。不自然なこと知ってるじゃないですか、切ってつなぐとかさ、短くなってるわけでしょ。切るってことはオペでも何でもそう、切ったってことは絶対組織短くなってるね、軟部組織ね、ってことは緊張入りやすいんですよ。だからそういう人ほど体操効果出ますんで、焦らずやっていってほしいかなっていう。寝る場はね、理想はよ、シングル寝る環境ね、理想は床で寝た方が、まあ、畳ぐらいが一番ベストです。畳って素晴らしいですね。畳が冷えないし涼しいしっていう、畳がベストですね。であれで気持ちよく寝れるのがベストですね。引かずに寝れたら最高ですね。ただしんどい時は布団別にね引いても問題はないです。でなるべく広い環境の方がいいね。もう理想論ですよこれ。理想論だけ言ってますけど、これぐらい広い方がいいです。理想論やで、ね、これ言ってるの。自由に動けた方がいいんですよ。圧迫感あるのと体の状態が良くないと、良くしようとして寝返り打つやん。それは自助運動なわけですよ。体を整えようとする整体運動なんだけど、例えばこちら側に壁があって分かってたら、一回転してもう一回こっちに寝返りたいので無理やん。それで無理やめるってしょ。その間に固まるんですよ。でこっちに何も制約がなかったら行きたいとこ行けるやんか。だから子供っていうのは基本的にそうなんですね。幼稚園児とかもそうですよね。日中体使って遊んでどっかぶつけるやん、いろいろあざできたりすり傷で歪んでんねん体。その歪んだ体を寝てる間にあえてって動いて直そうとするわけ。だから理想論はそうだけど、ほとんどの場合不可能ですよね。そんな不可能だからってなったら体を変えていくしかないわけですよ。僕どんなとこでも寝れますから。こんな箱の中で寝ろって言われても分かりましたって言って気持ちよく寝れますから、それに沿わして寝れる。前言ってくれたよね、雨の日山ごもりどうしてたんですかと。あのね、上がこうなってちょっとこうくぼんでる箇所があるんですよ。そこにこうこう入り込んでこれで寝てたからね、沿わせられるようになるんですよ。体が柔らかくなっていけばどんなとこでも、むしろめっちゃ環境悪いとこでやったらもう燃えますよね。この悪い環境をどう寝るかみたいな合わせる、環境を整えて健康になる。この考え方は古いですね。これは地球の方を変えようとしてるでしょ。地球と身体という意味で言うと、地球の資源を変える開発することで自分が快適になってますね。このやり方はもう通用しないんですよ。環境を地球をこれ以上汚せないわけですよ。ってなるとこっち変えれるやん、こっちの資源変えてみようってやつなんですよ。
ですよね。僕はそういう考えを昔から持ってたんで友達いなかったんですけど、これは武術の世界でもそうでね、環境が悪いところでいかに寝れて回復させられるかなんですよ。くっさいどこでも気持ちよく寝れるとかじゃないと、それってほんまの意味で健康って言えないんですよ。環境を整えないと健康になれないのは健康じゃないんですよ。どんな悪環境でも健康でいれるのがほんまの健康です。ちょっと環境変わったら崩す人いるでしょ。でめっちゃルーティンワークで健康気使ってる人ほどちょっと日常崩れたら健康害するんですよ。それって健康ですかね。本当の健康っていうのは体がどんな状態でも合わせれるっていう、縦腰体操はそういう考え方なんですよ。例えば何かあったとするやん、やばいっす僕って言った時に、いや俺は今からさ健康のためにこれをしなあかんからちょっと待ってくれるとか言われたらどう？どう？困るよね。すぐ助けに行こうってなるやん、困ってたら。その時に行ける状態かどうかですよ。それが本当の健康なんですよね。だから寝る環境は別にもう変えなくていいから、すんごいのに変えましたとかやらんでいいから、そのままでいいから体変えていってみるっていうことした方がいい。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。